んにちは。圧力鍋研究家の斉藤明子です。おせち料理の黒豆、あ、前の日につけておくの忘れたっていうことありませんか？そんな時でも圧力鍋さえあれば、なんと30分ちょいで乾燥状態の黒豆からふっくらツヤツヤの黒豆が出来上がります。あ、困ったという時にぜひこのレシピ思い出してみてくださいね。それでは作っていきましょう。材料はこちらです。はい、それでは今から黒豆を煮ていきたいと思います。今日は水戻ししていない黒豆をいきなり煮てしまいます。まずは黒豆です。黒豆洗ってあります。水気を切って鍋の中に入れます。黒豆を入れたらお水です。今日は 100g の黒豆に対して 400ml のお水を入れます。それでは蓋をして加熱していきましょう。文字をセットして加熱スタート。はい、沸騰して圧力がかかり始めましたね。そしたらここから3分間加圧調理します。途中重りの触れが強かったら少し火力を調整してくださいね。はい、タイマーが鳴ったので火を止めます。このまま圧力が下がるまでしばらく待ちましょう。では圧力が下がりましたので蓋を開けていきます。まだ少し芯はありますが、お豆だいぶ大きく戻ってきました。ではこの状態で味付けをしていきます。もう全部お砂糖入れちゃいます。そしてお塩も入れておきましょう。そうしたらこの状態でもう一回加圧調理しますよ。はい、沸騰しておもりが触れてきましたね。そしたらここからの加圧時間は1分間です。なので火を止めます。このまま圧力が下がるまで余熱でしばらく待ちましょう。はい、圧力が下がりました。そしたら蓋を開けていきましょう。おもりを外して蓋を開けます。こんな感じで煮上がっております。あとはこれを 2,3 分煮詰めていきますよ。かかった時間は33分弱ですね。これで水戻し不要のスピード黒豆出来上がりです。このまま煮汁につけたまま冷ましていただくと、今ちょっと茶色く見えている黒豆もぐっと黒としてきます。煮汁につけた状態で冷ましてお召し上がりください。水戻し不要のスピード黒豆、おせちの季節にぜひ作ってみてください。チャンネル登録お願いします。ブログもやってますよ。うちごはんラボで検索。